今週の UK シングルチャートは、WAM が1984年にリリースしたクリスマスソング、ラストクリスマスが先週の3位から上昇し、36年の時を経て初めて1位に輝いた。これまでは1984年、2018年、2020年の2位が最高だった。トニー・クリスティの「I Sliss the Way to Amarillo」の33年4ヶ月を破り、リリースから1位を獲得するまでの最長記録を樹立した。2位は先週と変わらず、マライア・キャリーの「All I Want for Christmas is You」がキープ。ジェス・グリーンの「This Christmas」が4位から3位へ1ランク浮上した。今週のトップ10は、初登場したシングルはなく、ジャスティン・ビーバーの、ロッキン・アラウンド・ザ・クリスマス・ツリー、4位、ザ・ポーグス&カースティ・マッコールの、フェアリー・テール・オブ・ニューヨーク、5位、シェイキン・スティーブンスの、メリー・クリスマス・エブリワン、6位、バンド・エイドの、ドゥ・ゼイ・ノー・イッツ・クリスマス、7位、エルトン・ジョンの、ステップ・イン・トゥ・クリスマス、8位、マイケル・ブーブレの、It's Beginning to Look a Lot Like Christmas、10位、と、クリスマスソング9曲が占めた。唯一、クリスマスソングでなかったのは、リトル・ミックスの、スイート・メロディ。9位、だった。アルバムチャートは、マイケル・ブーブレの、クリスマス、2011年、が先週の5位から再浮上し1位を獲得。同作はリリースされた年に比連続3週間首位に輝いており、9年ぶり